ウィリー・ゴールとは、ジョージア州グリフィン出身の元 NFL のワイドレシーバーで、オリンピック陸上競技の選手。NFL では、シカゴ・ベアーズとロサンゼルス・レイダースで11年間プレーした。ベアーズ時代の第20回スーパーボウルでは、優勝を果たしている。また、アメリカなどがボイコットした、モスクワオリンピックのアメリカ合衆国オリンピック、代表選手にも選ばれていた。 現在は俳優として活動している。テネシー大学ではアメリカンフットボールと陸上競技のスター選手だった。400メートルリレーの世界記録保持者で1980年に行われるモスクワオリンピックのアメリカが州国代表に選ばれていた。アメリカンフットボールでは1982年にオールアメリカンの WR に選ばれた。 NFL 開幕直前の1983年8月にヘルシンキで行われた1983年世界陸上競技選手権大会では400メートルリレーにエミット、キング、ゴールド、カルビン・スミス、カール・ルイスの順で出場で金メダルを獲得した。また110メートルハードルでは銅メダルを獲得している。 1983年の NFL ドラフトでシカゴベアーズに入団、1988年にロサンゼルスレーダーズ移籍した。彼の最大の武器はそのスピードであり、ロングパスのターゲットとしてディフェンス選手に非常に警戒された。第20回スーパーボールではパスキャッチ4回で129ヤード、キックオフリターン4回で49ヤードを獲得した。 NFL11 年間のキャリアで333回のレシーブ6635ヤードを獲得、パントリターン9回で60ヤード、ラッシング獲得154ヤード、45回のキックオフリターンで1088ヤードを獲得した。タッチダウンは45回でそのうちパスレシーブで44回、残り1回はキックオフリターンだった。 1990年代初めに引退してから、彼はハリウッドで俳優として活動している。NBC のテレビシリーズ、プレテンダーに出演、ネット、SD クラシファイドスクールサバイバルガイドにも数話し、出演した。2006年の6月24日、100メートル走で10秒72の45歳から49歳での世界記録を打ち立てた。2011年11月8日、 ウィリー・ゴールドの自宅に強盗が入り、スーパーボールリングを盗んだ。同年12月、ロサンゼルスのダウンタウンにある宝石店で、彼の盗まれたリングは見つかり、ゴールドの手に戻った。ビバリー・ヒルズにある、この店のオーナーは、盗品を買った疑いで逮捕され、その後2万ドルの保釈金を払って釈放された。この時、1983年の、 第17回スーパーボールに優勝したワシントンレッドスキンズのスーパーボールリングも見つかっている。53歳となった2014年4月19日、100メートルで11秒28の記録を出している。ありがとうございます。